こんにちは、フェカルファーサフロン福井です。本日も商品紹介の方させていただきます。本日ご紹介する商品は、明日29日21時に掲載予定の商品となります。お問い合わせに関しましては、ウェブ掲載後ウェブストアの方によろしくお願いいたします。その他詳細は概要欄の方からご覧ください。それでは T シャツの方から紹介していきます。1枚目これですね、ナイキの銀タグ、ミディアムサイズのものになります。ブラックボディに大きく装飾のプリントが入っている一着になります。バックにもきちんと大きく入っていますね。で、ダメージ等は比較的見受けられず、まあ全体的にフェードしているいい雰囲気の一着かなと思います。こちらでお値段の方は6800円に消費税となっております。続いてこちらですね、こちらもナイキ金タグの、L 表記のものになります。こちらはよいしょ、表記がラージですかね、がきちんと入っております。こちらもプリント入っているものになっておりますね。こちらもフェードしてていい雰囲気のものかなと思います。袖にもきちんとプリントが入っているものになりますね。バックにはプリント入らず、バックちょっと汚れが見受けられますね。まあ雰囲気系として非常にかっこいい一着かなと思います。こちらお値段の方が6800円に消費税となっております。続いてこちらですね、こちらもナイキ銀タグのものになっております。こちらでサイズ表記の方が XL 表記のものになっております。こちらも胸のところにプリントがしっかり入っている黒ボディのものになります。こちらはバックにも裾の方にきちんとプリントが入っているものになります。こちらも若干やなフェードしてきてるかなっていう感じのコンディションになります。こちらもお値段の方が6800円に消費税となっております。続いてこちらですね、こちらもナイキ銀卓ミディアム表記のものになりますね。こちら赤ボディにプリントが大きく入っているものになります。バックにはプリント見受けられないですね。袖のところにはきちんとプリントが入っているものになります。赤ボディもややフェードし始めていて、まあダメージ等は全体的にないかなと思います。こちらでお値段の方が6800円に消費税となっております。続いてこちらになります。こちらティンバーランドの XL 表記のものになりますね。ティンバーランドの、まあ、木のマークがきちんと入っている大きいプリントがされているものになっております。タップにはプリント入っておらず、まあ、汚れ等も見受けられない非常にいいコンディションかなと思います。さすがですが、まあ、XL で僕でも、まあ、ガバッと大きく切れるサイズ感かなと思います。こちらでお値段の方が7800円に消費税となっております。続いてこちらですね、スクリーンスターズ XL 表記のものになっております。こちらモノポリーのプリントが入っている一着になりますね。シドボディ、まあ、ダメージ等も汚れ等も見受けられず非常にいいコンディションかなと思います。まあ、こちら XL 表記なので、まあ、僕でもまあゆったり着れるサイズ感はあるかなと思います。こちらで9800円に消費税となっております。続いてハーレーティーですね、ハーレーのタグがつく XL 表記のものになります。こちらもイーグルヘッドとバイクのプリントがされているものになっております。バックには入らないものですね。まあ、こちらも色結構フェードしてきていますが、まあ、プリントも残っていて非常にいいコンディションかなと思います。XL 表記、まあ、僕でもゆったり着れると思います。こちらで 15,800 円に消費税となっております。続いてキースヘイリングですね、ヘインズのこの XL のタグがつくものになります。まあプリントは胸のところにされていて、ナンバリングみたいなものがされているものになりますね。ボディのダメージ等もなく非常にいいコンディションかなと思います。バックにもプリントが入っているものになりますね。こちら、まあ、XL 表記僕でも着れますが、若干着丈長いかなと思います。こちらで 29,800 円に消費税となっております。続いてバンド T ですね、こちらスリップノットのものになりますね。ヘインズの L 表記ですね、のものになります。大きくスリップノットのプリント入っているものになりますね。ところどころポツポツと小穴が開いていたりしますが、コンディション的には非常にいいかなと思います。バックの方にコピーライトしっかりと入っているものになります。まあ、ボディフェードしてきて非常にいい質感のものかなと思います。こちらでお値段の方が 19,800 円に消費税となっております。続いてレイジですね、こちらはタグの欠損してしまっていますね。で、プリントは大きくされているものになっております。こちらにもコピーライトが下の方に入っております。
ボディのやや毛羽立ちが目立つ感じがありますが、まあ着ていて気にならないかなとは思います。サイズ感もまあ XL、L 程度はあるかなと思います。こちらでお値段のが 25,800 に消費税となっております。続いてマリリンマンソンですね。こちらのタグがつく XL 表記のものになります。こちらも大きくマリリンマンソンのもの、プリントが入っているものになります。こちらはバッグにも大きく入るものになりますね。こちらはコピーライトは見受けられませんでしたね。ボディダメージもなく、やや肩回りフェードしてるかなっていう質感ですね。こちらでお値段のが 49,800 円に消費税となっております。続いてもマリリンマンソンですね。こちらのタグがつく XL 表記のものになります。こちらは、ラメのプリントが表とバックどっちとも入っているもので、コピーライトもしっかり入っているものになります。まあ、ボディややフェードしてきていい質感のものかなと思います。首周り少しほつれが見受けられるぐらいで、コンディション的にはまだまだ着ていけるかなと思います。こちらでお値段のが 39,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。こちらのタグがつく XL 表記のものになります。こちらもタイプ0、タイプ O ネガティブですね。すみません。のバンドものになりますね。しっかりとコピーライトが入るものになります。バックにもきちんと大きくプリントが入るものになりますね。こちらでもコピーライトがありますね。こちらはまあ 90s 頃のバンドものになるかなと思います。こちらサイズ XL ですね。まあ僕でもゆったり着れるかなぐらいのサイズ感はあります。こちらで 49,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。ソフティの M サイズですね。タグの感じから水通ってないのかなとは思います。こちらはまあボディの方がエッシャーですね。エッシャーのプリントがされているものになります。まあ比較的目立った汚れ等もなくいいコンディションのものかなと思います。M 表記ですね。こちらで 19,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。こちらのタグがつく XL 表記のものになります。オニータですね。こちら MTB のプリントが緑でされているものになります。バックにもきちんと MTB のマークが入るものになります。こちらもまあややフェードしてきて質感がいい感じになってきているかなとは思います。こちら XL 表記ですね。まあ、僕でもゆったり着れるかなぐらいのサイズ感はあると思います。こちらで 12,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。タグの方はないのですが、スーサイダルテンテンシーズですね。こちらも大きくプリントが入っていて、コピーライトの方も入っております。バックにもこちらは入るものになりますね。全体的にフェードしてきて、まあかっこよく仕上がっているかなと思います。袖のところに少しペンキ飛びが見受けられます。まあこちらサイズ感的に言うと、まあミディアムぐらいかなとは思います。こちらでお値段のが 15,800 円に消費税となっております。続いてジャネット・ジャクソンですね。タグの方が薄れてしまっていますが、ラージ表記ですね。ユースですかね。のラージ表記だと思います。こちらもバックステージパスのものが入って、コピーライトもしっかり入るものになりますね。で、バックにもきちんとプリントが入るものになります。こちらで、まあ僕はこれぐらいですね。着丈長めで、まあ身幅少し細めかなと思います。こちらでお値段の方が 39,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。XL 表記のタグがついているサウンドガーデンのものになりますね。非常にサイズ大きめかなと思います。ツアーのものですかね。バックにもきちんと入るものになります。94年ですね。のツアーティーになるかなと思います。まあ、こちらは僕でもゆったり着れるサイズ感かなと思います。こちらでお値段のが 198,000 に消費税となっております。続いてシャツ類を紹介していきます。こちらマンハッタンのタグがつくミディアム表記のものになっております。プロオーバータイプの一着ですね。まあ、ボタン等も欠損しておらず、まあ、ボタンダウン仕様のものになりますね。後ろのボタン少し3点止めの部分、一箇所欠けてしまっていますね。まあ、細かいチェック柄で非常に着やすいプロオーバータイプのシャツかなと思っております。サイズミディアム表記ですね。こちらでお値段のが 6,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。こちらのタグがつくミディアム表記のものになります。
オレンジベースの花柄のコットンハワイアンですね。マイアミスタイルですね。下にポケットがつくものになっております。非常にコンディション的にもいいものかなと思います。こちらミディアム表記ですか。まあ少し大きめ L サイズぐらいはあるかなとは思います。こちらでお値段の方が6800円に消費税となっております。続いてこちらですね。カリフォルニアの M 表記のタグがつくものになります。こちらですね。まあ、ハワイアンでよく見られるパームツリーや、まあ、サーファーとかの柄が入っているものになります。まあ、やや全体的に使用感強めかなとは思いますが、まだまだ全然着れる一着かなと思います。こちら、ミディアム表記ですね。こちらでお値段の方が49,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。こちらのタグがつくものになります。よいしょ。サイズ表記がサイドタグついてましたね。ラージ表記のものになっております。こちら全体に、まあ、貝と、まあ、人と、まあ、リーフパターンが入っているものになっております。バッグはこんな感じですね。こちらもやや使用感ありますが、まあ、全然着れるサイズ感かなと思います。非常にいい着かなと思います。こちらもマイアミスタイルです。こちらでお値段のは 79,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。LL瓶のものになります。サイズ表記が、横に、クストララージ表記ですね。が入っているものになります。薄手のネル生地のもので非常に身幅大きく着やすい一着かなと思います。首周り少し、まあ汚れが、付着してしまっていますが、洗えば取れていくかなと思います。まあ、目立ったダメージ等もなく非常に着やすいカラーリングかなと思います。こちらでお値段の方が5800円に消費税となっております。続いてこちらのシャツ紹介していきます。ポロラルフルホデンですね。こちらでラージ表記のものになります。100% コットンのものになりますね。ボタンダウン仕様のもので、いろいろところにタッチが入るものになります。非常に使いやすいストライプ柄のもので、サイズ感も大きいかなと思います。ダメージ等も見受けられず非常にいいものかなと思います。これであれば、まあ僕でもゆったり着れるかなぐらいのサイズ感はあると思います。こちらでお値段のが5800円に消費税となっております。続いてもラルフローレンですね。こちらもサイズ L 表記のものになります。こちら胸に同色でポニーが入っているものになります。特に目立った汚れ等もなく非常に着やすいカラーリングの一着かなと思います。こちらもボタンダウン仕様ですね。こちらもお値段が5800円に消費税となっております。続いてこちらですね。ラルフローレンの M 表記のものになりますね。こちらも 100% コットンのものになっております。ボタンダウン仕様ですね。こちらは柄が犬と漁師ですかね。一緒に狩りをしているような風景が全体的に描かれているものになっております。まあ、ダメージもなく非常に色味もいい一着かなと思います。こちらでお値段の方が6800円に消費税となっております。続いてこちらですね。ラルフローレンの14ハーフですね。少し小さめのサイズかなと思います。こちらもコットン 100% のものになっております。ポケットの上にポニーが入っているものになっております。これはところどころボディにダメージが見受けられるものになっておりますね。まあ、比較的着やすい色味でいいかなと思います。ダメージもそこまでひどくはないので、着やすい着かなと思います。こちらで6800円に消費税となっております。こちらもラルフローレンで、こちら15ハーフのもので 100% コットンのボタンダウン仕様のものになっております。胸にきちんとポニーが入るものになっておりますね。まあ、淡いグリーンと白のストライプ柄で非常に着やすい一着かなと思います。背中のところ少しインク汚れのようなものがあります。こちらでお値段の方が6800円に消費税となっております。続いてレギュラーのスウェットですね。こちら MVP の XL 表記のものになっております。プリントが大きく3段で入っているものになっておりますね。まあボディのダメージ等、色汚れ等も袖のところに少し見受けられたりするぐらいで、まあ非常にコンディション的にもいいものかなと思います。
XL 表記ですね。僕でも着れるサイズ感かなと思います。こちらで6800円に消費税となっております。続いてこちらですね、ポロラルフローレンラージ表記ですね。こちら 100% コットンのものになります。ハーフジップのものになりますね。胸にブラックボディに、青のポニーが入るものになります。まあややフェードしてて毛羽立ち等が見られるコンディションですが、非常にいいものかなと思います。こちらでお値段の方が7800円に消費税となっております。続いてラッセルですね。ラッセルのエクストララージ XL 表記のものになります。ガゼット仕様のもので、エアフォースですねのプリントが入るものになります。でチビタグもきちんとついてるものになります。全体的に使用感あるかなっていう感じにはなります。ちょっと毛玉ができ始めてしまっていますが、まあまだまだ着れる一着かなと思います。こちらでお値段のが7800円に消費税となっております。続いてこちら、クリックシルバーのものになりますね。こちらのタグがつく L 表記のものになります。で、裾の方にもクリックシルバーのものが入りますね。ボディが結構面白くて、裏地をひっくり返して使っているようなものになっております。パーカータイプですね。非常にいいかなと思います。まあ、サーフウェアなので少し大きめの作りになっているかなと思います。L 表記ですが、まあ僕でも着れるぐらいのサイズ感はあると思います。こちらでお値段のが9800円に消費税となっております。続いてスウェット類のご紹介をしていきます。こちら刺繍タグ XL 表記のものになっております。こちらプリントが1段で入っているもので、ややプリント周りちょっと汚れが見受けられたりひびが入っていたりはしますが、ボディの状態も比較的良好かなとは思います。少し袖周りも汚れが見受けられるものになっております。バックはあんまり目立った汚れはなさそうです。こちらで XL 表記ですね。まあ、僕が着れるぐらいのサイズ感はあると思います。こちらで 15,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。こちら、刺繍タグのラージ表記のものになっております。目付きプリントなしのものになります。まあ、ボディのところちょっとポツポツと汚れが飛んでいるような跡が見受けられますが、そこまで目立つような感じではなさそうですね。非常にいいコンディションかなと思います。こちらラージ表記ですね。まあ、僕が合わせてみるとこんな感じですね。こちらでお値段の第15,800円に消費税となっております。続いてこちらですね、トリコタグのラージ表記のものになっております。2枚タグですね。こちらも目付きのものになります。ボディが、まあ、ネイビーがちょっとフェードしてるようなものになってますね。あと袖が若干色味分かりづらいかもしれないですけど、ツートーンになってますね。非常にいいかなと思います。汚れダメージ等もあんまりなさそうですね。いいと思います。こちらでお値段のが 15,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね、刺繍タグラージ表記のものになってます。こちらもプリントが中抜きとものが入っているものになりますね。こちらプリントの割れもなく非常に状態かなと思います。それ先のパンク等も見受けられない、いい答えですね。バックにもダメージ等は見受けられないです。こちらでお値段のが 19,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね、こちら刺繍タグ XXX ラージですね。めちゃくちゃでかいですね。こちらもまあ大きくプリントが入っており、プリントの割れ等も見受けられず非常にいいコンディションかなと思います。ダメージ等も見受けられないですね。非常にいいものかなと思います。このサイズ感結構珍しいと思いますね。僕が着ても全然ゆったり着れる、めちゃくちゃでかいサイズかなと思います。こちらでお値段のが 15,800 円に消費税となっております。続いてショートスリーブですね。こちらチャンピオンのプロダクツタグがミディアム表記ですね。つくものになります。まあ、袖のところカラーリングが入っているものになりますね。ボディのダメージ等もあまりなく、まあ多少の汚れ等は見受けられますが、非常にいいコンディションかなと思います。サイズミディアム表記。まあ少し縮んで小さめかなとは思います。こちらでお値段の方が6800円に消費税となっております。続いてヴィンテージのパーカーですね。こちらサイズ表記等は見受けられないものになっておりますね。まあ非常に
形のいいパーカーかなと思います。ポケット周り少し手直しが施されてたりする部分は多少見受けられますね。で、ボディとリブがツートーンになっている非常にいいものかなと思います。フードの形もいいですね。こちらまあサイズ感的に言うと、まあラージ表記ぐらいはあるかなと思いますが、まあ着丈少し短めかなと思います。こちらで 29,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。ウールリッチのものになります。こちら、L 表記のものになっておりますね。こちら、まあ、シェルのジャケットにはなっていますね。非常に着やすい形をしているかなと思います。まあ、汚れ等もなく、バックにもきちんとポケットがついている仕様のものになっております。こちらでお値段の方が 6,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。こちらサージャックのものになっております。サイズ表記が M 表記のものになりますね。ビーチジャケットっていうものですかね。チップはこれを使っています。まあ非常に使いやすい色味をしていて、着やすいかなとは思います。短丈で非常にいいと思います。ダメージ等も見受けられないですね。非常にいいコンディションかなと思います。こちらで 15,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね、リーバイスのベストですね。こちらきちんとタブがついているリバーシブル仕様のものになっております。裏側にもきちんとタブがついているものになっております。まあ、サイズ感も非常に大きめで、僕でも全然着れるサイズ感はあるかなと思います。こちらで、ね、お値段の方が 15,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね、パタゴニアのものになります。最初期ミディアム表記になりますね。まあ、非常に色味のいいパステルカラーのパープルと赤のものになっておりますね。まあ、ところどころ使用感あるかなっていうのは見受けられますが、非常にいい、着やすいものかなと思います。こちらでお値段の方が 7,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。LL ビーンのものになります。こちらでサイズ表記 L 表記のものになっております。こちらプルオーバータイプのものになりますね。首元タートルネックのようになっているものになっていますね。まあ目立ったダメージとリブ等のダメージ等も見受けられず、非常にコンディション的にはいいかなと思います。こちらでお値段の方が 7,800 円に消費税となっております。続いて。LL ビーンのものになりますね。こちら、ウーマンという表記が入っているものになります。ラージ表記ですね。表記は入っているのですが、サイズ感は比較的大きめかなとは思います。まあ、汚れとダメージ等も見受けられず、非常にコンディション的にもいいかなと思います。こちらでお値段の方が 9,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。チャンピオンのこちらのタグがつくものになっております。生地がまあ薄手のライトオンスのような生地感のものになっていますね。で、パッチが、ハーレーのパッチですね、が入っているものになっております。袖にもパッチが入っています。まあダメージ的にも問題はなさそうですね。少しまあ折りムラがところどころ見られるかなっていうぐらいですね。まあ、サイズ感的に、まあ、ラージサイズぐらいかなとは思われます。こちらでお値段の方が 39,800 円に消費税となっております。続いて小物類の紹介をしていきます。こちらは68年製のベトナムのハットになりますね。中にきちんと印字が見受けられるかなと思います。サイズが7と、8分の1ですね。まあ、使用感ややありますが、まだまだ被れるいいコンディションのものかなと思います。雰囲気もいいと思います。こちらでお値段の方が 9,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。バックになります。ジャンスポースのものになりますね。中少し使用感が見受けられるコンディションのものにはなっております。僕がまあ背負って、大体このぐらいのサイズ感ですかね。少し小さめかなとは思います。こちらでお値段の方が 5,800 円に消費税となっております。
続いてデッドストックのシャツになりますね。こちらのタグがついてミディアム表記のものですね。こちらメイドインジャパンの表記がきちんと入っているものになっております。まあ抽象的な柄が全体的に入っている非常にいい柄かなと思います。コンディション的にもまあ保管時の汚れが多少見受けられるぐらいで、まあ洗えば落ちるかなとは思います。こちらでお値段の方が 39,800 円に消費税となっております。続いてパンツ類を紹介していきます。こちらですね。こちら505きちんと表記が読み取れるウエスト30表記のものになりますね。きちんと赤タブも残っております。まあ、全体的に綺麗な色味で落ちている一本になっております。ところどころペンキ汚れのようなものが見受けられますが、まあそこまで気にならないかなとは思います。こちらで実寸でウエスト29ですね。1インチ縮んでいるサイズ感になっております。こちらでお値段が7800円になっております。続いてブラックデニムですね。こちらも505のものになっております。表記3430と、まあギリギリ読み取れるかなっていう感じですね。タブもきちんと残っております。こちら後染めのものにはなっております。まあ、全体的に白く色落ちが始まっている、まあ、雰囲気いい一本かなと思います。もものところ少しリペアが入っております。こちら実寸で3430ですね。表記と変わらずです。非常にいいサイズ感かなと思います。こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税となっております。続いてもブラックデニムですね。こちらは550ですね。非常にサイズ感がゆったりとしていて履きやすいものかなと思います。ウエスト3430ですね。こちらもいいサイズ感だと思います。きちんとこちらも赤タブは残っております。こちらもまあ全体的に少し白く落ち始めているような感じではありますが、まあ、雰囲気いい一本かなと思います。先ほどのものと違って、まあ、致命的なダメージ等も見受けられずいいものかなと思います。こちらの表記3230ですね。ウエストだけ縮んでいるものになっております。こちらでお値段の方が 12,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。ホワイトデニムですね。品番の550ですね。ウエスト3130のものになっております。タブもきちんと残っていますね。まあホワイトデニムなので少しまあ薄汚れ等が見受けられますが、まだまだ履けるコンディションかなと思います。こちらの方で実寸が302ですね。まあ1インチずつ縮んでいるサイズ感になっております。こちらでお値段の方が 12,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。ポロの一着になっております。サイズ表記の方が3330ですねの表記がついているものになります。まあ、こういうパッチワークの仕様等を用いられているホワイトデニムのような感じですね。非常にいい質感のものかなと思います。バックにはバックルがきちんとついているものになりますね。きちんと針ですね。非常に雰囲気いいものかなと思います。こちら実寸が3434ですが、まあ、表記が3429ですね。少し縮んでいますね。非常にいいサイズ感かなと思います。こちらでお値段の方が 12,800 円に消費税となっております。こちらはポロチノですね。バックにきちんとパッチが入るもので、こちらですね、きちんと入っております。サイズ表記の方がこちらに、まあ小さいですけどきちんと入っている3434のものになります。こちら実寸の方がですね、3234とウエストだけ縮んでいるような形になっております。非常にいいサイズ感かなと思います。少しレングスは長めですね。まあ、レングス切ってしまってもいいかなとは思います。こちらでお値段のが7800円に消費税となっております。続いてこちらですね、 US メイドの501になっております。表記が3830ですね。ちょっと大きめのサイズ感かなとは思います。まあ、全体的に薄く色が落ち始めて、まあ、ヒゲも若干入っているいい色落ちしているデニムかなと思います。
まあ、ウエスト大きい人、非常におすすめできる一本かなと思います。まあ、僕でもゆったり履けるサイズ感はあると思います。こちらで実寸変わらず38.3倍ですね。こちらでお値段の方が 17,800円に消費となっております。続いてこちらですね。スミスのものになっております。ジップがコンマティックですね。使っている型詰めのもの。まあ50年代頃のものかなと思います。こちらウエスト実寸で44ほどあるんですけど、リングスも結構詰められてて26くらいですかね。に詰められてるんですけど、全長で測ると100センチぐらいあるので、非常にシルエット的にも、まあ変にならず、非常に履きやすい形はしてるかなとは思います。まあ、全体的に少し薄汚れとは見受けられますが、まあ、ヒッコリーのペインター、まあ、サイズ大きいですけど、探すとなかなかないのでおすすめできる一本かなと思います。で、こちらで 49,800円に消費税となっております。続いて、こちらですね。こちら、よいしょ。きちんとパッチが残っていて、517ですね。表記の方が若干読み取りづらいですが、こちらで、3834ですね。赤タブはレジスターマークのみのものとなっております。まあ、色味的には本当に綺麗にヒゲが入って白く落ち始めているいい色味のデニムかなと思います。そのところロールアップの後ですかね、擦れてる箇所が見受けられます。ポケットのところは擦れ液がちぎれてしまっていますが、まあ、リペアは可能かなと思います。バックもところどころポツポツと、まあ、ダメージが見受けられますが、非常に雰囲気いい一着かなと思います。こちら実質ね、3834ですね。ウエストレングスもちょっと大きめのものになっております。こちらでお値段の方が 39,800円に消費税となっております。続いてこちらですね。こちら505のビッグEですね。非常にいい雰囲気の一着かなと思います。まあもう全体的にダメージが入っているものにはなってきてしまいますね。まあ、これはもう雰囲気系で、もうここから育てていく必要はないかなと思うぐらい非常にいい色味のものかなと思います。きちんとビッグEのタブが残っています。まあ、タッチ取れて表記はわかりませんが、実寸のところが3231ですね。まあ、非常に履ける方多い、いいサイズ感かなと思います。シルエットも綺麗ですね。こちらでお値段の方が 49,800円に消費税となっております。続いてこちらですね。こちらは 501XX になりますね。きちんと中リベットがありますね。こちらで、まあ、非常にいい色味のヒゲが入り始めている一本かなと思いますが、リベットのところがところどころ錆が出てしまって生地が弱っている箇所が多く見られますね。まあ、バックの方は特に、まあ、お尻周り少し白くなり始めちゃってるかなと思いますね。あとまあきちんと蜂の巣の方が入り始めているいい色味のデニムですね。こちらで実寸の方が3028ですね。ウエスト少し小さめで、レングスも短めで、まあ履ける方いたら非常におすすめできる一本かなと思います。こちらでお値段の方が398,000円に消費税となっております。本日はありがとうございました。ベルベルジングループでは、買取委託販売の方を行っております。店頭に持ち込みまたは郵送していただければご対応させていただきます。ご不明点ある際は、インスタグラムの DM または、店頭にお電話にて対応させていただきます。よろしくお願いいたします。